ていきましょう。カルチョビットアーです。ゲーム動画に行こうです。首位キャピタル東京戦になります。強いはず。強いかな。え、これ本当にキャピタル東京なの？強くないや。まあ、もちろんフルメンバーでやりますけど、下はそんなに強くないですね。かなり弱体化してるかも。あ、昨年も、一昨年も6位、4位ですからね。これを破れば首位の可能性も出てまいります。フルメンバーでいきましょう。あと、誰か戻ってきた。そっちだったっけ？撮影変わって試合に入れましょう。あ、でもやっぱり強いな。コント勢が強い。なんだろう、強い選手と弱い選手が激しく分かれてる。これ連携しっかり取れるのか疑問ですね。倉庫行ってる間に試合スタートです。キックオフ。試合をロジックでやってるのかな、これと同じように。それともなんか力を見て、偶然あの力を見てやってるだけなのか。 VTR 再生機能ってあったっけ、他のチーム同士の戦いって。危ない。リストプレイプロ野球はあったの、当然やってるんだろうけど。ファールです。選手は強いからな。前半終了。このマドカとは人気はつかめてない。そっちかに変えましょう。人気はもうちょっと待ってもいいかな。後半スタートです。
いやこれは大きい。ミドルが向こうに決めましたね。おい、ナイス。そうそう、変えていきましょう。中盤がちょっと不安があるな。と入球も心配ですが、結局中盤が疲れやすいんですよね。惜しい。チェンジです。ゴールキックになります。入った。予想以上に差がつきましたね。ミドルから。スーパープリーに2000個体だから使い切っております。ちょっと攻めっぱなしですね。チャンス。高さが、出口の高さがある。デコボコ、デコボコチームっていう感じですね。今のキャピタル東京は昔の強い時代とは違います。翼くんは元気だ。美咲くんはいないのか。タケ、試合終了です。3-0、一緒でしたね。この貴重な追加点がでかい。緑、今とっても緑、うまいですね。回復ぶり方も緑、結構距離があったけど入れましたね。緑が今度はアシスト、キーパーに当たって入ったんですね。ここは危なかった。相手のボールを支配率が 60% なんですね。
ね。行動支配率は課題になります。あとキャピタル東京がまだ1位のままか。そうか、3点差ついてたからな。勝ち点はメンソーレ那覇も同じ22点で並んでおります。いよいよ虎マンディ戦ですね。強いね、強いのは確か、ただこのチームには勝たねばなりません。勝たないとアジアチャレンジ闘技決勝残れないですからね。1位しか勝ち上がれない。練習しているグランドベースにこの動画を終了したいと思います。キャピタル東京3対0で圧勝でしたね。よかったよかった、強い。力をつけているってことはもう事実でしょうね。ということで次回アジアチャレンジ闘技決勝をかけて戦います。ぜひご注目ください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。ご自分の話は見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。